皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校4年生の算数2桁の数で割る計算の1何十で割る計算の内容です。教科書127ページを開いて一緒に算数の勉強を始めましょう。では最初の問題です。60枚の折り紙を1人に20枚ずつ分けます。何人に分けられますかという問題です。それでは動画を止めてノートに問題を書きましょう。また式も書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。今日の目当ては割る数が何十の時の計算の仕方を考えようです。動画を止めて目当てをノートに書きましょう。目当てが書き終わったら計算の仕方を考えてノートに書きましょう。計算の仕方が書き終わったら動画の続きを見ましょう。それでは2人の友達の考え方を見てみましょう。自分の考え方と同じところや違うところがあるかどうか考えながら聞きましょう。まずは翼さんからです。翼さんは図を使って考えました。10枚の束を丸10という図に表しました。1人分が20枚なので丸10を2つ集めた数です。赤い丸で1人分を囲みました。60は10の束が6つになります。それを2つずつ束にしていくと6つの束を2つずつの束で分けることになるので6÷2は3と考えました。次にさくらさんの考え方です。さくらさんは60は10の6個分、20は10の2個分です。6個あるものを2個ずつ分けるので式は6÷2になり答えは3という考えです。それではまとめです。60÷20の小は10をもとにして考えると6÷2の計算で求められます。60÷20と6÷2の答えは等しくなり3です。それでは学習したことを使って次の問題を解いてみましょう。動画を止めてノートに問題の式と考え方、計算の仕方を書きましょう。計算が終わったら動画の続きを見てください。それでは計算の仕方を確認しましょう。150÷30の計算の仕方を考えてみます。150は10が15個です。30は10が3個です。
150÷30 は15÷3 と同じになるので、答えは5です。それでは練習問題に進みましょう。動画を止めてノートに鉛筆問題の1を書いて計算をしましょう。計算が終わったら動画の続きを見て答え合わせをしましょう。それでは茨城オンラインスタディ小学校4年生の算数2桁の数で割る計算の1何十で割る計算丸1の内容をこれで終わります。